マジで何にもない。もうその類のお誘いもない。風俗は嫌や、嫌やわ、そんな嫌やわ。なんでセックスすんのに金使わなあかんの、嫌やわ、もったいない。しかも俺なんかあかん方の潔癖あるし、でもな、メンズエスーテーでも多分満たされへんと思うわ俺。メンズエスーテーでも、それでも多分無理やと思うわ、抜きあり系でも多分無理やと思う。それ行っても多分満たされへんわ、そういう射精の仕方じゃ多分な、もう満たされへん。もう精神的なもんやから、いやだからやん、メンズエスーテのようなとこ行っても多分満たされへん、なんか多分気すまへんと思う、ああやっぱライラって足し上げと仲良かったよな。ほらやっぱそうやん、もう答え出たよ、絶対薬やん。ああもう、ライラはなんか犯罪に手を染めて、危ない人に捕まったらしい、好きでもない人って、だって俺誰のことも好きにならんもん、基本誰のことも好きじゃないから。でも足し上げの足取りは俺終えてるからな。ちなみにラーメン店長ライヤさん懐かしいなおったな、まあタバコでも吸おうや、タバコでも吸おうや。とりあえずな、今左手、恋人は左手、おらんわ、くっそー、人気になればなるほど室内で射精したいっていう思いが遠のいていくわ。もうあかんな。あお疲れミナッチパン、オッケー、そうそう、ゴミ屋敷、あもう負けじゃ、終わった終わった、立ち上げは今施設や、施設だ、立ち上げはしっかり施設におるわ、山田バツ75ぐらいある、立ち上げは今施設だわ、左手の静脈に溶けていた半結晶、半透明な結晶のせいで施設おるわ。いや隔離じゃない、あの構成する方の施設や、いやでもあいつ左耳は聞こえてるから、聞こえてる、まあ的なとこやな、立ち上げが。でも最後に立ち上げの情報そこで途絶えてるからな、もうあいつあかんわ、立ち上げはあかんわ、脳みそ溶けてもうたわ、もう戻ってくることないわ多分、シアーブばっかり やってたからずっと。最後だって見たとき前歯抜けてるわ、瞳孔開きまくってるわ、ほほぼねこけてるわ、腕に注射痕ありまくるわ、もうあれあかんわ、あれ終わりやわ、もう復帰できひんわ、中川くん、もうあかんわ。最後はちょっと共通の知人を介して情報が来た、もうあれはダメよ、もう多分後遺症もあるわ、ほんで、もうまともに多分生きていかれへんと、いや足し上げっていうなヤバい配信者がおって、お薬界隈の、それとちょっとライラが仲良かったから、あ、無理やってもありがとうございます。
リンちゃんありがとう。いや最後見た時もう顔終わってたで。だってあいつぐずりしながら放送してたもん。ビビるぐらい瞳孔開いてたで、あいつ最後見た時。笑ったわ。送られてきた画像を見て笑ったわ。絶対やってるやんみたいな。はい、ゾウ、パオ、アダス、オッケー、いいよ。あー、マジ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 。あら、もうあかんわ。足し上げはもうあかんわ。いや、なんかさ、あれやけどさ、ここってさ、まあそっち系の配信者も多いけどさ、そっち系のリスナーさんも多いからな。ちなみに、俺知ってんねん。これ最後な、あの奥修理提供してたんな、リスナーさんやねん、足し上げに。俺知ってんねん、提供してたんリスナーさんやからな。俺何でも知ってるから。せやで。で、その子は捕まってやるわ、今。その子今捕まってんの。俺何でも知ってるから。その子今パクられてるわ。捕まっとるわ。いや、あずしさんはやってない。俺、静脈確認した。両腕とも。やってない。絶対にやってない。自信ある。あ、アラビアの夜、アラビアの夜明けのライラ。そうね。変な誘惑とかみんなあれやで、乗ったらあかんで絶対。変なこと言って近づいてくる人に近づいていったらあかんよ。みんなね、油断したらあかんで。な、油断したらダメだよ。変なこと言って DM 送ってくる人とか無視しときや。な。部長山田っていうやつから、花火っていう DM 来たらそれは乗っていいけど、おんねん、部長山田っていうやつからさ、花火っていう DM 来たらそれは乗ったらええからな。分かった、それは乗りな。気をつけね、パオン、あざす。山田からイベントの有料アイテムって DM 来たら、のっそら乗ったらええから。な、イベントの有料アイテム、花火やめますか、人間やめますか。それだったら花火やめんと続けていこう。もうしんどなってきたわ。まだまだいい絵つかへん。もうあかんわ。もうあかん。家までなかなかつかん。お願いします、リスナーさん、お願いします、リスナーさん、お願いします。アイテムお願いします。だってお迎えけえへんもん、絶対けえへんや。はい、ありがとう、パオン、ありがとう、ありがとう、 Y の人。狛江風若手漫才。どこ、港通り43号線との交差点。たくまアホやんな、なんであんな投げんねやろうな、もったいない。あ、誕生日前やからかな、布石打ってんのかな。お前みたいに配信使わないやつより狛江投げた方がマシ。じゃあ小前に投げてこいや。投げといでや、お前。
あ、うん、女性がいいです。男性嫌ですもん、今日は。うん、めっちゃロケット投げてるよな、タクマってな。めっちゃ投げてるくない？思ってんけど、俺にも投げてくれへんかな。ええー、は後ろの警察、あ、ほんま警察おる。おい、先言えよ。アンチやんけ、おい。あ、負けたん結局。先言えよ。映り込んでくんなよ、アンチ。え、狛江の真似してないよ。いや、ちゃうねん、家まで遠いからさ、うん、このままダラダラここで30分終わらせて、うん、パッて気ぃついたらまた家から放送してるでいいんちゃうかなと思って。腹減ったし、ご飯食いたい。いや、もうニューは封印やな、うん、いや、このとこタクシーも通ってないもん。GO アプリで呼ばなけえへんと思う、多分。山田なんで嘘ついた？どういうこと？嘘ついてないやん、別に、うん、てかまあ嘘しかついてないやん。いや、ライラ多分捕まってんな。何者かによって拘束されてると思う、あの感じやと。まだ一回も帰ってきてから一回も食べてない。食べたいけどな、カスうどんな。え、ライラはだからあれやん、援助交際みたいなことしてて、でそれじゃ飽き足らずシャワー入ってる男性客の財布から金抜いて逃げた、うん、を繰り返してた。で新宿界隈の人の目に留まって、うん、おとり捜査でやられた、うん、ジェットリーさんがツイートしてるからもう多分な、新宿界隈のあれそっち系の人に多分もうバチバチ捕まってると思う。うん、うん、で、まああれちゃう、多分あ、洗いざらい話 されたんちゃう、多分。あ、そうそう、ライラ、ヤバドライラ、もちろん知り合いやで。その昔はよくやり合ったもんだぜ、ライラと、うん、基本俺勝ってたけど、うん、よう言い合いしたよ、うん、そうそう、髪ピンクで鼻が上向いてて顔歪んでる子、うん、せやな、相手も訴えにくいよな。あ、被害者と、あれやろ、ピンクさんやろ、うん、金貸してる人ちゃうの。ああ、金貸して帰ってきてへん言ったやろ。いや、ライラさん捕まったらしい、うん、あ、ゆっくんが同じことされてたってこと、みんな被害者やな。いや、だから薬物ちゃうか、薬物やと思うわ、ライラは、うん、薬物でおかしなって、あの子。立ち上げとも仲良かったし、絶対そうやわ。答え出たな、軽い。どうやって帰ろう、こっから。もうどうやって帰ろう。あ、ゆっくんが援交しててんや、やばいな。援助交際流行ってるんすか。いや、もうあかん、帰りはもったいないから、タクシー乗らん、もうあかん。お、なんかあったら捕まってる。ライラ捕まった。おう、おう、あ、見せたろか、ツイート見せたるわ、そしたら。ああ、見せたるわ、しゃあなしやぞ。
今来た多すぎるから見せたるわ。優しいな俺って。歩いたら2時間ぐらい。読み上げるよ、うん、Z リーさんのツイートな、うん、この女はかな足え、この女は足がかなり速いで有名なライラだな。え、あそこら辺で売春、してる やつらの中でも最上位だと思う。え、立ちんぼ競馬を開催したら単単勝オッズ 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかなっつって、でここ、歌舞伎町のホテルに誘い、男性がシャワーを浴びているタイミングで金を抜き取り逃亡していた窃盗女を捕まえました。この女の被害者いますかっつって、もう晒し首にされてる以上、うん、ジェットリーさんおもろ、ジェットリーさんおもろいよなツイートな。あ、そう、30ぐらいじゃん。ライラって。まあ、マスクしてるからな。いや、でも多分やけど、最終的には警察ちゃうかな。はい、桃の人、ここを出す。パンをゴシゴシゴシ、オッケー。いいよ、桃の人、マイ。あ、36らしい。まあ、何歳でもいいけどな。知らん、罰あんのかな。口でやるのが得意はもうやめて、口でやるの得意はやめてよ、あの口で。なんちゃらチャンスの時間、いや、とりあえず、まあ、ぶっちゃけ外出てるついで食事済ましてから家帰ってまた放送しようかなって。うん、いや、ライラの部屋汚いよ、うん、リュークって何？あ、みんな同じネタ言ってんの。え、じゃあ俺変えようかな、もうハンドル切ろうかな、うん、だってライラ多分もう直接会うのどうせ無理やからな、うん、どうせ直接会う無理やからな。ちなみにやけど、直接会われへんやろ、もう捕まってるやろ。いや、ファミチキじゃないな、うん、いや、もう刑務所やろ、うん、刑務所やろ。ライライライラするから、みんなやってる。じゃあもう俺タイトル変えよう。よし、これでいいわ、ああこれでいいわ。このぐらいポップにしとこうぜ、タイトルは。よいしょ。あ、まだパクられてはないんや。でもあれちゃう、最終的にあれちゃう、新宿界隈の人にとっ捕まってんやったら警察に多分渡されるわ絶対、うん、いや、いいよその山本山みたいな、いいよ、うん、50センチでいいなあ。最終的に多分捕まると思うわ。あ、オッケー、うん、わかった。ライラを助けるにするわ。
ぽいやろ。ぽいやろ。ぽいやろ。うん。これでちょっとモチベーション上がるわ、歩く。うん。あと25分。うん、ぽいやろ、ぽいやろ。もうほら見て。ぽいやろ、ぽいやろ。うん。ぽいやろ、ぽいやろ。ぽいや。うん。うん。こんぐらいにしようぜ。正味の話、これ誰も真相に近づかへんからな、タイトルにしてる人。ちなみに言っとくと、タイトルにしてる人たち誰も何にも多分真相に近づかへんから。せやな、指針逮捕系にガチガチいかれてるからな、言うたら。ぽいで行くで。お腹空いた。あ、現場着いた。家まで行った。俺も現場着く。でも、現場に着く。俺ももう着くで、現場。おそらくここやな。何食べようかな、帰り道なんか。乾燥した。ライラ発見。いや、ちゃうやん。どこが大阪なん。もうライラの家やで。もう着くで、ライラの家。いや、今港区。もうすぐやな。お前行ってきた、行ってきた。そうそう、事件は現場で起こってるから。もう着くで。西九条じゃないな、今。な、今、どこ？一岡。今、一岡やな。寒い。風吹いたら寒い、ちょっと。そう、今弁天町。ここまで来たらもう何もないな、ご飯屋さんも。ここで終わんねんな、俺放送。地獄やな。さあ、あっち行ったらあれやで、あの何、新地やで。あっち行ったらな、松島新地やで。今夜は寒い。昼間はあったかかったけどな、夜は寒いわ。家つける気せえへんわ、ほんま。帰らんわ。帰ん。唐揚げくん全種類いく？めっちゃおもんない企画やん。一回中休憩して、で、また寝て起きて放送しよう。いや、おらんもんだって、タクシー。走ってない。乗れんねやったら乗りたいけどな。まあ、あと20分歩いてから考えるわ。あと20分歩いて考える。ああ、そうな。俺、ライラはな、面識あるからな。あの、都市歯抜けとかおるやん。あの辺とこうごちゃごちゃやってる時になんか絡んでた記憶あるけどな。ライダー次枠はちょっと休憩してからやる。あの何、睡眠調整取らなあかんから。睡眠調整というか、なんていうか、明日こそ分回さなあかん日やろ、どうせ。明日は、グルメツアーです。あ、
明日リ雇津町にしようかな。あかんか、平日か。あ、じゃあ祝日か。明日リ雇津町にしようか。うわ、俺めっちゃいいこと思いついたわ。明日リ雇津町にしようか。普通の日中の時間で初めてちゃんと、うんうん、あ、ちゃうわ。明日あれや、夜12時からもあれせなあかん。そっから歩いたらめっちゃ時間かかるから、1075号さんに迎えに来てもらいたい。うん、そうや、明日くるみさんとこも行かなあかんねんな。香川くんにも行くって言ったしな。そうや、あ、チャリしかない。チャリで来てや、1075号。だから飯食あるよ。もうもちろんあるよ。え、チャリで来てや。1075待ってるわ。その自転車俺乗って帰るわ。来る？ステッカーあげるから自転車貸してや。来る？いや、知らん、そのターボは。いや、1075号のチャリがいいわ、うん、ステッカーあげるからチャリ貸してや。なんか自転車貸してはええやろ別に。いかんの。いや、相沢はムクゴリ一日店長って言ってなかったっけ。確か20分やったら境川ぐらいやろ。いや、どこやろ、どこで終わんねやろ俺の人生。うん、あと19分で俺の人生終わるからな。昼間文楽座あたり、ああ、歩いてた。うん、 100% 俺、うん、文楽座あたり歩いてた。セブンイレブンまでマスク買いに行こうと思って売ってなかったやん。うん、うん、それ絶対俺、うん、100% 俺バリふてこい顔してたやろ。あのマスクないからさ、買いに行こう思ってさ、コンビニはしごしてた。うん、 100% 俺。え、1000、おみ、声かけろよ、声かけろよ、声かけろよ。ああ、なんで声かけへん。ああ、絶対俺やわ。ああ、自信ある。ああ、せや、マスクないわと思ってローソン行って、でマスクないわと思ってセブンイレブン行って、マスクないわと思ってもうええわっつって。ああ、声、なんで声か合ってる、絶対そう。え、しかもピンポイントで合ってる、絶対俺。うん、声かけろよ、声かけてよ。ああ、声かけてよ。え、なんで声かけてくれへんの、しかも金のタヌキやのに。ああ、どこで誰見てるかわからんな。 あれちゃん、あのジムあるとこちゃん多分。そんなでもジロジロ見てた人おるかな。うん、それ僕です。はい、なんで声かけてくれへんやろ。みんなそれ言うよな、どっかで見たって言うけどさ、誰からも声かけられへんっていう。うん、しかもあれやで、ステッカー持ち歩いてるからな。あ、そう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 、ボクシングジムっていうか、うん、その近所、その近所。え、女子ですか男子ですか。1316金のたぬきさん、女子男子、女子男子。1316、おっと、金のたぬきさん、これはあるんちゃう。内緒にしとく。これはあるんちゃうか、金のタヌキやし。え、別にみんな見かけたら声かけてくれてええで。うん、別に声かけてね。どっかで見た、どっかで見ためっちゃ言われんねんけどさ、ここで誰も声かけてくれん。配信回ってない時に誰かに声かけられたことないわ。あー、声かけられたいわ。うん、声かけられたいわ。
あ、無料アイテムありがとうございます。え、ヒコポンに電話してんねやろ。あ、ライラとまずつながりないやそこ。腹減ったな。でもここまで歩いたらもうコンビニなんてチャチなもんやめよう。マジでご飯食べて帰ろう。ちゃんと俺もライラに電話しようか。ほんじゃ一回。いや眠い、もう眠い。待てよ、俺ライラかけたろか一回。あ、こんばんは、5個ありがとう。 T の人パンをゴシゴシゴシ、オッケー、うまいよ。こんばんは5個。お電話したろかライラに。繋がるか知らんけどな。いや、ライラやって。もしもし。はい。え、ライラ何してるん？ライラ？え、ライラじゃないの？違いますけど。あ、違います。やめてください。さっきからイキリストさんにも変な電話かかってくるし。もしもし。はい。もうやめてください。誰ですかそのライダーって。いや、なんか立ちんぼで人の座ってるからお金を抜いた人でしょ。まあそうですね。うん、それが私だってさっきもイキリストさんから電話かかってきたんですよ。はいはい。やめてください。はい、わかりました。やめます。はい、あ、ありがとうございました。夜分遅くに。はい。はい。はい、すいません。はい、失礼します。失礼します。はい。あ、画面バキバキ。直すお金ないね。貧乏やから。うん、貧乏だから。うん、はぁ、あ、ご飯食う前に見たくなかったな。うん、うん、な、ライラ電話出たやろ、うん。金持ちだろうがプラチナで。いやいや、そんなことないよ、万太郎。万太郎がさ、課金してくれたらそんなことないけどさ。うん、万太郎がさ、ファンタ投げてくれたらさ、なんとかなるけどさ、うん、ああ、せやな、スタンバってたな、多分。自分からかけといて見たくなかった。いや、あるやろ。そう言った時あるやろ。うん、よっしゃ、ええとこまで来た。ええとこまで来た。境川の交差点や、もうちょいで。うん、もうちょいや。絡み酒復活ってまた、いや、さすがにないやろ。さすがにねえやろ、もう。もう普通に配信復活しただけちゃう。うん、絶対投げへんと思うわ、その人。うん、なんとなくやけど、うん。ハーゲンってほんで、なんかちょこっと来てたことあったで、そういえば。なあ、無理やな。もうそんな話題にならなさそう、その人も。いや、逆に辛み酒さん、いっぱいたんまり溜め込んだアイテムを俺に投げてくれへんかな。俺、小杖の方とは面識あるけどな。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。まゆさんの方は俺全然あれないから。お、無料アイテムあざす。しゃあ、あ、やっぱりかなり、あ、やろうな。あ、4桁いったやろ、多分。いってるやろうな。俺なんて可愛いもんやろうな、辛み酒さんからしたら。あ、俺んとこも誰か土地来るって死ぬほどファンタとか投げ出すやつ出てけへんかな。おらん？おらんか？
っしゃ、とりあえず適当に4時間乾燥。おらんか、あんなとこに東横インあるやん。まあいいか、知らんかった。おらん、いない、いないね。じゃあ今11時やから出来やすかったらもっと、そう、みなっち、うん、いや土地狂った人現れへんかな。小前くらい体張れば。何が体張ってないやん。どこが体張ってんねん。ケンケンマンダー4、体張ってるんじゃない、金使ってるだけやろ。それを体張るって言わんから。あと体張る張らへんって言ったら多分一緒ぐらい張ってると思うけど、こじってるだけ。おう、やんな。まあそれ言い出したらみんなそうやけどな。なあ、結構張ってるよな、言うたら。睡眠時間削ってよ、あっちゃこっちゃ飛び回ってよ。ぶっちゃけやけど、今月の移動距離で言ったら俺の方が余裕でな、長いからな。だってレンタカー返した時さ、俺6000キロ走ってんねんで。うん、あのさっき言ったこと、俺6000キロ走ってんねんで。ベトナム7往復できるからな、多分。分かってる、ベトナム7往復分やぞ、多分。うん、そう、あ、もうなんか今日はちょっと こじりのフェーズじゃないわ、俺の中で。今日はこじらないです。本日はもうこじり納めです。5月は多分、真ん中ぐらいからまた多分その感じ。せや、だから一回オイル交換してるから。お前はまだ踏み込んでない。いやいや、踏み込みすぎて燃料切れしてんねん、今。ケンケンケン。じゃあお前も踏み込んでくれよ、ケンケンマン。踏み込んでくれよ。頼むわ。踏み込んでくれよ、課金部門に。サイゼリアって空いてるかな。サイゼリアって空いてる、ここのところで。どっこい、あ、空いてると思う。サイゼリアやったら安いからええわ。なんか こういうとこのサイゼリアって閉まんの早そう。やってないよな、多分。どうやろう、やってるかな。こういうとこのサイゼリアって閉まんの早そうじゃない。うわー、ウルトラサイゼリアチャンスやねんけどな。びっくりドンキは山田ずっと見てる5年間。嘘、金のたぬきさん、誰、誰か教えて。金のたぬき1330、5年も見てんの俺のこと。一回誰か教えて、金のたぬきさん誰。9時ぐらいには閉まってるか。けー、ついてないぜ。びっくりドンキやったら開いてるかな。まあでもびっくりドンキーの気分じゃないねんけどな。どこが入り口やねん。いや別に俺味別に魚以外は分からんからな。もう何食っても一緒や。あ、お疲れ様です。何食っても一緒やのに安いもんでええやろ。これやってるか、これやってる。ちょっと待って、弥生県でしまってたらもう無理ちゃんこれ。ちょっと一回、おやっ、あ、なんか開きっぱなしになってる。うわ、あかんわ、多分閉まってるわ。あー、
もうあかんわ、ダメや。大丈夫、今日夜の8時ぐらいに上司から電話来た。もうあかんわ。もうあかんわ。もうちょっと行ったら電車乗れるかな。うん。もうあかんわ。駒井くんは負けたんちゃう、また全部。全部負けて終わったんちゃう。せやな、たまには鉄道で帰るか。配信外な、思った。メトロで帰るか。あ、溶かして終わり、駒井は。どうせ明日もまたあれやろ。今日で最後ですって、ずっとあれちゃん、また小じきするんちゃう。なるほど。きつ。何食べたかツイートするわ。うん、あ、今 TikTok してる。何食べたかツイートしますわ。マジか。次枠ちょっと遅いと思う。朝じゃないかな、多分。朝やと思う。今どこにいるの？な、京セラドームのとこ。京セラドームのところ。迎えに来てくれんの ?81 号。ちゃうやろ。そっちじゃないやろ。どっちやねんやろ。今、京セラドームの近く。おっと、この聞いて聞き方は、いや、一回寝る。うん、対象あたり、対象あたり。え、来てくれんの ?1306。違う？対象付近。来るの？嘘やろ。バスあるやんって思っただけ。なんやねん、なんやねん。あ、バスあるんかな。あるよな、多分な。でもバスの乗り方わからんからな。じゃあもうこんな時間走ってるバス。知らんけど、なんやねんな。何やねんや。大正のどこ。え、今ここ、この辺、サイゼリアとかあるとこ。ここ、ここ。もうええよ、あと1分やし。もうええよ、どうにかして帰るわ。うん、そう、西松屋あるとこ。ああ、ええよ、バスで帰るわ。もうバスで帰るわ。20分待たん待たん待たん。ああ、いいいい。しかもコメントタヌキやから。ああ、何回もそういうので俺釣られてるから。ああ、ええよ、ええよ、そんなことのために。メトロで帰ろうか、そしたら。わかった、メトロで帰るわ。じゃあ皆さん、とりあえず一回お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。また朝ぐらいにお会いしましょう。はい、お疲れ様です。